はい、どうもケイジです、本日はドラゴンクエスト10を録画でやっていきたいと思います。まあ、先日の生放送でお話した通り、バージョン 3.5 のストーリーにやっと今日から手をつけるところですね。そうですね、メインキャラの方ではもうやったんですけど、このケージキャラは今からバージョン 3.5 にのメインストーリーに行きます。で、とりあえず前回までで水の了解を終わったんですけど、まあクリアなってるで、なぜ水の了解に今来てるんですけど、なぜかというとこういうこと、真実青き水の深淵にのお話ということのこのラストが、ナドラガ教団によって嵐の了解への侵入を阻まれていた刑事だが、水の了解で何か動きがあったようだ。状況を確認するため水の了解の海底都市ルシュカに向かい、海底神殿の祈りの間にいるフィナに話を聞いてみようということで、なので、海底神殿に来てます。はい、じゃ早速行きましょう。あ、それと、種族は人間にしてますよ。前回同様、バージョン3のメインストーリーは人間の方が、まあ兄弟キャラが出てくるのでね、人間の方がまあ、よりいいのかなと思って人間にしてます。フィナ様がお呼びのようですよ。どうぞ中へ。よし、行こう。あなたと話がしたいと思っていたところです。来てくれて感謝します、刑事。真珠の身でありながら私はこの領海とそこで生きる者たちを愛しすぎてしまった。これからは己を律しながら、ルシカの民だけでなく竜の民の全てが自らを救う道を探せるよう何かしら手助けができたらと思いますが、あなた方が示してくれたように。そして刑事、嵐の了解への道はナドラガ教団の者らに阻まれていました。しかし政党を見張っていた青の騎士団から先ほど知らせが届いたのです。円盤の遺跡で見張りに立っていたナドラガ教団の兵士が忽然と姿を消した。奴らが姿を消した理由はわからんが、嵐の了解に渡るならこの好機を逃す術はない。邪悪なる意志を追っていたヒューザの元へも伝令の者を向かわせました。今頃は天水の政党の円盤の遺跡を目指していることと思います。刑事、あなたもどうかヒューザと共に嵐の了解へ向かってください。そしてナドラガ神の復活を止めてください。邪悪なる意志に惑わされたナドラガ教団の者がこれ以上間違いを重ねる前に。ほんとなんだ、急になんか覚醒したみたいになったけど、あなた方と竜の民の道行きに神々のご加護はあらんことを。最後キャラ変わったね。はい、ということで、なんだ、どこに行けって、円盤の遺跡からね。よし、行こう。お聞きしましたよ刑事さん、嵐の了解を渡られるのですね。この先にそびえる天水の政党の最上階に嵐の了解を渡るための円盤の遺跡がございます。はい、ということで、これで生放送ので以外で、録画の時に使っていた録画ソフトがなんか調子悪くて、やっぱ時々コマ送りみたいになって、テストで録画してみたらやっぱなってしまう、そんな風になってしまうので、
ちょっとね、あの録画ソフト変えたんですよね。それで、マイクの音質もちょっと悪くなって、画質もちょっと落ちたかもしれないけど、その代わりあの、まあ、駒落ち、まあ、専門用語で言うと駒落ちっていうんですけど、カクカクするみたいなね、そういうところがなくなると思うので、まあ、そっちの方がいいのかなと思って、まあ、録画ソフト変えましたね。うん、なので画質的には落ちてるし、マイクもちょっと、よりモノラル感が出てると思うんですけど、まあ、ご勘弁いただければと思います。で、今日のサポート仲間はまだね、バージョン 3.5 の方のラスボスっていうわけじゃないので、まあ、いつものように、まあ、刑事兄、僧侶と、あと、カリンさん、ネネさんっていうね、戦士2人雇ってます。はい、まあそこそこ強いですよ、この2人ともね。はい、刑事様、子供を守っていたナドラー教団の者たちはいつの間にか姿を消しました。今ならば嵐の了解をお迎えいただけます。くれぐれもお気をつけて。はい、行こう。ついに嵐の了解へ向かいます。よう刑事、一足早く着いてたのか。おっと、出たなイケメン。邪悪なる意志とやらの尻尾をつかもうとあちこち回ってみたんだけどよ、その時ナドラガ教団の連中が嵐の了解で邪神復活のため何かやらかそうとしてるって情報を手に入れたんだ。邪神の復活を止めてやるってフィナにも言っちまったからな。俺もお前と一緒に行くぜ。よろしくな、刑事。足手まといになんなよ。それじゃあ早速嵐の了解へ向かうとしよう。ということで嵐の了解に着きましたね。むっちゃ風が吹いてるし、なんか竜巻みたいなのも上がってるね。うん、こんな感じです。わ、なんか稲妻が。この辺の景色いいな。ちょっと一旦撮っておこう。はい、着きましたということで。あ、2枚撮ってしまった2枚撮ってしまった。感じです。とりあえず右側のムストの町に行きたいと思います。でもちろんキラキラとかお宝とかあるんですけど、まあ、その辺はまあ録画外で撮ろうかなと思ってます。それよりもストーリー
ちゃっちゃっと進めたいので、まあキラキラとかほどほど撮りながら行こうとは思ってますが、よいしょっと、もう一丁、よいしょ、はい、正当かな。いい。うん。新しい敵かな、これはね。シャドウサタンね。ほぼ同格。よし、戦ってみよう。スライム、あ、これも倒したことない。よし、行こう。サンダー、なんだっけ、サンダーシャウトは、これ確かダメージ受けるんだよね。ダメージ受けちゃうので、まあ例によってチョラマナミストで、なんかテーマパークの廃墟みたいな感じだね。ね。お、魔物が。いい。鬼コンボのなんか強そうなやつは。おいおい、なんだよ。町を見つけたと思ったらこのありさまか。人の姿が見えねえ。あいつらに襲われちまったんだろうな。かわいそうに。こんな大きな町が魔物にやられちまうなんて、一体何があったんだ。ナドラガ教団のせいかもしれねえな。手がかりが残っていないか町の中を探してみようぜ、ケイシ。うん。
ムストの町ということで、まずルーラストーンから登録しよう。メガルーラストーンがねできたからね、ちょっと本当に結構普通にラッカランとかベリナードとかはもうね書き換えても、メギもそうだけど書き換えてもいいもんね。もうね、よし書き換え完了。ここはなんだ、刑事が家の敷居をまたぐと突然頭の中に声が聞こえてきた。ちょっとそこのあなた、私のところまで来てちょうだい。え？上よ、私は上の階にいるわ。上の階、なんかあるね。まあ上の階に行こう一旦。上の階に来いと。あ、ニコちゃん、このデザインは、このデザインはって感じですよね。もうオフラインで変な帽子が、変な帽子をもらったことあるけど、このデザインの。はい、ニコちゃん。やっと私の魂の叫びが聞こえる人が現れてくれたよね。私の名前はニコ。そうね、あなたなら特別にニコちゃんと呼んでもいいわよ。いや、別に呼びませんけど。見ての通り私は普通の食物じゃないわ。偉大な錬金術師姉貴に、お姉ちゃん、姉貴に生み出された、この世に一つだけの特別な存在なのよ。まあね、このデザインはもう姉ちゃんのデザインですわ。え、姉貴を知ってるの？あなたの姉ですって？それじゃああなたが刑事なのね。姉貴から散々聞かされた名前、散々はいらねえ。どうせならもっと早く来なさい。でもそれで納得できたわ。私の魂の叫びがあなたにだけ届いたのはそのせいに違いないわね。ってそんなことはどうでもいいわ。私とっても困ってるのよ。姉貴がどこかに出かけたまま帰ってこなくなって、それどころか町の人までみんな急にいなくなってしまったの。ねえ刑事、町の人たちがどこに行ったのか突き止めて私を姉貴のところまで連れてってくれる？は、はい。ありがとうと言っておくわ。あなた思ったより優しい人のようね。私はスペシャルでブリリアントな存在だし、他でもないあなたの姉が作ったのだから、当然といえば当然だけど。それじゃあ私はあなたの懐の中にお邪魔するけど、大切に扱いなさいよ。懐に入るか、その鉢植えが入るか。え、刑事はニコちゃんを丁寧に懐にしまった。懐に入んのかよ。はい、ニコちゃん。刑事の頭の中にニコの声が聞こえてきた。みんながどこに行ってしまったのか情報を集めないといけないわね。この家で手がかりを探してみましょう。すでに家の中を調べたかもしれないけど、もう一回気になるものを調べてみて、私なら何か気づくことがあるかもしれないわ。もし何をすればいいのかわからなくなったら私に聞きなさい。教えてあげるから。はい。わからないことがあった大事なものの中にあるニコちゃんを使って聞いてみよう。はい。ということで、気になるものってこれでしょう。テーブルには何かが記された紙切れが残されている。刑事は内容を読んでみた。町長より緊急連絡。疾風の騎士団長姉貴様より最近の風の中に体に有害な毒が含まれているとの研究報告があり、命の危険があるため全住人は不要不急の外出を控えるべし、特に幼い子供から目を外さぬこと。外出禁止令。刑事の頭の中にニコの声が聞こえてきた。あなたは知らないだろうけど、昔からこの領海のみんなはすごい風と激しい雷で苦労していたわ。でもそこに書かれているように、風そのものがさらに
危険になったみたい。確か豪風って呼んでいたわね。そういえばみんながいなくなる前に今までになく体がビリビリと痛むとんでもない豪風が吹いたのよ。悲鳴みたいな声があちこちから家の中まで聞こえてきたけど、動けない私にはどうしようもなかった。もしかしてその豪風のせいでみんなや姉貴も。いいえ、まだ断定はできないわ。他の家にも手がかりが残ってないか探しに行ってちょうだい。他の家ってどこ？豪風に襲われたと。他の家ってどこ？蝶々の家ね。うん、じゃあ蝶々の家に行きましょう。また猛毒の霧。よっしゃー、危なかった。毒面倒だね。毒結霜って何個持ってる？ 68？ あ、十分十分。これ気に、うー、こっち向いた、こっち向いた、こっち向いた。ギガデーモン、ギガでも俺がターゲットじゃないのか今。うー、ピキン言ってる、ピキン言ってる。これ何？ヘルクラッシャー、戦ったことある。このギガデーモン気になるね。ギガデーモン、ギガデーモンかなり強そう。よし、いけるいける。痛恨系か。戦士に任せよう。ショック与えた。よし、今はチャンス。ナイス。はい。で、行くのは蝶々の家。蝶々の家、ここ、はい。扉には鍵がかかっている。入れねえじゃん。刑事の頭の中にニコの声が聞こえてきた。何よ、鍵がかかってるわ。これじゃ中に入れないんじゃないの？うん、こうなったら私の特技を使うしかないよね。お、なんかある。いいこと？今から私がすることは姉貴にも絶対に言わないで。はあ。ケージの懐からニコが現れ、葉っぱの先を鍵穴に差し込んで何やら動かし始めた。なんと扉の鍵を外れた。お前ピッキングか、ピッキングか。やめろ、ピッキングやめろ。緊急事態か、だからきっとこの家の人も許してくれるはず。許してくれるか。さあ手がかりを探してちょうだい。お前空き巣じゃねえか、確実に。プロの空き巣じゃねえか。お、これはカウンターの上に本が置かれている。刑事はそれを読んでみた。本はどうやら日記のようだ。日付は少し古いものになっている。姉貴と名乗った異種族の若者を初めてこの目で見た時、私は驚きを隠すことができなかった。
さらに姉貴が見せてくれた錬金術という技。あんなつまらない素材からあのようなすごいものを作り出せるなんて、錬金術とはなんと不思議な術なのだ。あ、今日メンテだからね。1時半からメンテです。現在の時間は23時30分、あと2時間です。日記にはまだ続きがあるようだ。今日再び来訪者があった。クローズという竜族の男だが、どうも姉貴とは知り合いらしい。クローズも来た。クローズには予知の力があると語るが、そんな力がこの世にあるわけがない。詐欺師などに騙されて騙されるものか。そりゃそうだわ。日記にはまだ続きがあるようだ。クローズ様の予知の力は本物だ。何を隠そう、私自身がその力によって命を救われたのだから、疑う余地などない。クローズ様はこの絶望から我々を救うために現れた救世主なのかもしれない。教祖様みたいになってるけど。刑事の頭の中にニコの声が聞こえてきた。姉貴のことが書かれているわね。あの人は町の人のために錬金術でいろいろなものを作ってあげていたわ。中にはお菓子のものもあったけど、相変わらずそれはそれで受けていたみたいよ。クローズのことはよく知らないわ。私の好みじゃないし。でも予知の力は本物のようね。町のみんなからかなり頼りにされているって感じだったわ。他の階にも日記が書かれているかも。今は少しでも情報が欲しいわ。探してみてちょうだい、刑事。どこ？他の家？違う。他の家ね。ってどこ？他の家って町長の家じゃん。この中で探せってこと？なんかあんの？本棚。刑事は一冊の日記を見つけ、手に取って読んでみた。日記は少し前のものだ。クローズ様と姉貴様が、ナドラガ教団は竜族にとって危険な存在だと皆に訴えている。一体何が起ころうとしているのだろう。クローズ様と姉貴様は、様付けになってる。教団に対抗すべく疾風の騎士団なる組織を作り、おう、その人員を募り始めた。ナドラガ神の復活、それは我々竜族にとって喜ばしいことではないのか。私は何を信じるべきなのだろうか。刑事の頭の中にニコの声が聞こえてきた。そうそう、姉貴はね、クローズと協力して疾風の騎士団というのをこの町で結成したのよ。ナドラガ教団と戦うためだって言ってたわ。詳しくは知らないけど、教団はかなり危ないことを企んでいるみたいね。最初はみんな興味なかったみたいだけど、姉貴とクローズが説得して騎士団に入る人も増えていったのよ。他の階にも日記が置かれているかも。今は少しでも情報が欲しいわ。探してみてちょうだい、刑事。じゃあ探すよ。これか。テーブルの上に本が置かれている。刑事はそれを読んでみた。本はどうやら日記のようだ。日記によれば最近のものらしい。先日のこれまでにない豪風、異世界から来たという娘がいなかったら我々は全滅していたに違いない。姉貴のこと。クローズ様が予知した魔物襲来の日も、魔物が襲来してきたの？あ、そうか、今襲来して町中に魔物がいっぱいいるからね。何言ってんだ俺は。刻一刻と近づいてきている。その時我々はどうなってしまうのか。いざという時のため女神の書を配り、皆に読み込んでおいてもらわねば。女神の書。刑事の頭の中にニコの声が聞こえてきた。あとはずっと白紙のようね。ふう、3冊の日記から一通りの情報が集まった気がするわね。ちょっと整理してみましょうか。町の人たちはずっと豪風に苦しんでいて、その上クローズが魔物の襲撃があると予知したみたいね。それからどうなったのかは
残念だけどここまでの情報だけじゃはっきりとはわからないわ。一つ私が気になっているのが女神の書を読み込むってところなんだけど、今はまだ何とも言えないわね。やっぱり新しい手がかりが必要ね。他の家にも探しに行ってちょうだい。今度どこ？女神の書ね。民家。裏を通ってあそこ。はい。シュー。よし、じゃあ民家に行くか。魔王の影襲ってくるもんね。あ、襲ってこないか。これなんだ？ヒッポキング。倒したことない。隠した。よし、行こう。テンションバージョン。はい。民家どこ？こっちか。いや、こっちか。これか。扉には鍵がかかっている。もしや、もしやまた。刑事の頭の中にニコの声が聞こえてきた。あら、ここも鍵がかかっているの？私の特技の出番ね。刑事の懐からニコが現れ、葉っぱの先を鍵に差し込んで何やら動かし始めた。なんと扉の中に。ピッキングやめろ、ピッキングやめろ。これで入れるわよね。なるはやで手がかりを探してちょうだい。なるはやでって業務命令か。手がかりって何？壺。壺の中にはいくつかのゴミが捨てられているようだ。刑事はその中に妙に綺麗なままの巻物があるのに気づき、それを拾い上げた。巻物を広げると女神の書と題名らしきものが書かれているが、他には何も書かれていないようだ。女神の書来た。でね、わざとらしいですね、俺もね。もうメインキャラでやってるっつうんだよ。刑事の頭の中にニコの声が聞こえてきた。それが日記にあった女神の書ね。でも読み込むって書いてあったのに題名だけなんておかしいわね。白紙。何かが思い出せそう。あ、そういえば姉貴が秘密の文章をやり取りするときに見えない文字を使っていたことがあるわ。木枯らし水仙っていう食物から作った汁を塗ると透明なインクで書かれた文字が浮かび上がる仕組みらしいの。木枯らし水仙。この女神の書もそのインクで書かれているとは考えられないかしら。ものは試しよう。烈風の岬まで木枯らし水仙を一緒に探しに行きましょう。烈風の岬は町の南東から出た先、雨津風の原の北の方にあるわ。巻物を持っていくの忘れないでよ。町の南東から出た先、雨津風だ。はい。南東から出て北。南東ってことは右下。右下。あった、近い。ここね。おお、宝箱。トラマナミスト。はい、
必要、トラマナミスト必要。はい、来たね。烈風の岬遠いな。遠いけど向かいます。あ、違う。もうね、トラマナミストを使ってなかったらこういうとこは毒を受けるんですよ。道なりに行った方が良さそうだな。あ、違うわ、こっちか。あ、釣り、新しい魚がいるのかな。新しい敵じゃなかったのかな。まあいいか、これ新しい敵かな。魔人ブドゥ、魔人ブドゥ、なんかほんと聞いたことあるような。魔人ブーじゃねえか、思いっきり。新しい素材が出てたけど、あ、これこっちから行くのじゃねえのか。こっちから、あ、行けるか。ぐるっと回れってことね。新しい素材が出てたけど、本当にあの、なんだっけ、鉄風なんとかじゃなかった、なんか新しい素材があったよね。それ本当にね、バージョン 3.5 始まった時は、始まって、最初の週末に俺バザー出したかな。でも5万5千とか5万6千とかそんな値段で売れたよね。それからもう今3万ぐらいに落ちてるよね。あ、ピキン言った、ピキン言った。これは戦ったことある敵、ない敵。ベルフェゴ、ベルフェゴル。仮想になってたような気がするが、上層仮想になってるもんね。うん、宝箱もある。こういう鳥系のやつは追ってくるから面倒なんだよね、隠したでもね。お、なんか光ってる。岬の向こうには凄まじい勢いで風が吹き荒れている。
ケイジの頭の中にニコの声が聞こえてきた。ここは烈風の岬よ。以前は向こうまで橋がかかっていたけど、今はもう壊れちゃってるみたいね。あー、木枯らし水泉はきっとこの近くにあると思うわ。周りをよく探してみてちょうだい。よく探すも何も。おっと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 、これだわ。ケイジは草に紛れて小さな花が咲いているのを見つけた。ケイジの頭の中にニコの声聞こえてきた。やるじゃないケイジ、それが木枯らし水泉よ。汁にして女神の書に塗ってみましょう。ケイジは女神の書を広げて木枯らし水泉をすりつぶした汁を何も書かれてない部分に塗ってみた。なんと真っ白だった紙にくっきりと文字が浮かび上がってきた。ケイジは現れた文字を読んでみた。その女神は赤と青に輝く二つの太陽を司っていた。辺りは今暗闇に包まれている。女神が左手をかざすと赤い太陽が昇る。きらめく陽光が女神の姿を照らしていった。さらに女神が右手をかざすともう一つの青い太陽が昇る。二つの太陽が女神の姿をまばゆく照らした。しかし一転、にわかにかき曇り、暗雲が赤い太陽を隠した。女神の半身に暗い影が落ちる。女神は左手を掲げ暗雲を振り払った。再び赤い太陽が現れ、陽光がきらめく。女神は満足げにうなずいた。なんのこっちゃ、何をこれ。読めたのはいいけどさっぱり意味がわからないじゃない。全くです。でも日記によればこの女神の書を読むことで何かがわかるはずなのよ。そうだわ、この文章にはまだ何か謎が隠されているのよ。女神といえば一つだけ心当たりがあるわ。ムッソの町の教会に女神像が置かれているの。おそらくそこに何かがあるわ。教会行ってちょうだい刑事。謎解きの方はあなたに任せるからしっかりやりなさいよ。へいへい。教会ね。じゃあ戻ろう。な、教会に。教会どこだ。教会跡あった。ああ、また敵がうじょうじょ。うじゃうじゃいるところにあるな教会。この広場突っ切らないといけないのか。いいえ、鬼コンボはいる。鬼コンボじゃなくてなんだっけ、ギガデーモンか。よし、あ、ピキン言った、ピキン言った、ピキン言った。よし、セーフ。はい、ヒューザーがいるわ。ヒューザー、よ、刑事、そっちの方は何か分かったか。刑事は家々を回って得た情報をヒューザーに全て伝えた。なるほどな、ここの連中はその豪風とか魔物の襲撃のせいで全員いなくなっちまったってわけか。で、お前の見つけた女神の書ってのがその行方を知るための手がかりなんだな。そいつを俺にも見せてもらうぜ。ケイジはヒューザーに女神の書を奪い取られた。ヒューザーは女神の書を広げて読み始めた。赤と青の太陽か。そこにある女神像を調べてみたが特に何も見つからなかったんだよな。お前の方は収穫ゼロか。働け。女神像の両脇にはろうそくがあるが何か関係あるのか。くそ、さっきからずっと体がだるいし頭もぼーっとしてやがる。インフルエンザじゃねえのヒューザー。刑事、あとは任せる。こいつをお前に預けて病院行け。病院、古びた火打ち石、さっきここを調べてて見つけたんだ。何かの役に立つかもしれねえぜ。ああ、そうだ、
女神の書だったか。こいつ預かっとくぜ。読みたかったら俺に言ってくれ。返せよ。はい、ということで、下の2行に書いてあるように女神の書の文章の内容を確認してろうそくに火を灯してみようということです。ろうそく、これね、これね、赤い枠で囲まれたろうそくと青い枠のろうそくで、赤と青は何とかって言ってたから、でここに女神像があるから 右手が何とか左手が何とかって言ってたから、まあそういうことが関係あるのかなという感じですよ。なんだ、もしかして女神の書の内容をもう一度確認したい。はい、そういやお前から女神の書を預かったままだったな。せっかくだから俺が読んでやるよ。よく聞いとけ。ヒューズは女神の書を広げて読み始めた。その女神は赤と青に輝く2つの太陽を司っていた。辺りは今暗闇に包まれている。まあろうそくが消えてるってことだよね。女神が左手をかざすと赤い太陽が昇る。赤ね、きらめく陽光が女神の姿を照らす。はい、赤ね。さらに右手をかざすともう一つの青ね。しかし一点にわかに限る暗雲が赤い太陽。はい、赤青で赤が暗くなるということは消すってことだよね。赤青で赤を消す赤上げて白上げてみたいなあの感じになってるけど、赤青赤消す、再び赤い太陽は現れということはもう一回つける。よし、分かった。もう皆まで言うな、ヒューザー、皆まで言うな。赤青、火の消えたろうそくが並んでいる。リュウチ石を使って火を灯すことができたさ。ろうそくに火を灯しますか。はい。刑事は古びた火打ち石を使って全てのろうそくに火を灯した。はい、で次青。はい、青い炎だ。で赤を消す。まとめて火を消すことができそうだ。火を消しますか。はい、消します。ろうそくの火を消す。息をふって、あのハッピーバースデートゥーユーみたいなね。はい、消します。消した。でもう一回つけろと。でもう一回つけろと。はい、お、来た。動きがあった。女神像の方から何かが動く音が聞こえた。古びた火打ち石は粉々に言われて砕け散ってしまった。おい刑事、一体何をやらかしたんだ。へえ、こいつは隠し階段ってやつか。よく見つけたな刑事。お前が仕事しねえからだよ。早速降りてみようぜ。おっ、うおって魚だけに、やっぱそこはうおなのね、ヒューザーね。よかった、生き残りがいたんだな。俺たちは竜族じゃねえが怪しいもんじゃない。安心しろ。
我々は悪に染まったナドラガ教団から竜族の自由と平和を取り戻すべく立ち上がった竜族解放同盟、その名も疾風の騎士団。貴様たちはナドラガ教団の手の者だな。何もせず立ち去るのであればことを荒立てるつもりだったが、この入り口を見つけられてしまった以上、生かして返すわけにはいかん。だからちょっと待ってってシューザの態度。俺たちはナドラガ教団のもんじゃねえよ。あの連中とはいざこざがあってな、奴らがこの領海で企んでることを止めるためにここまで来たんだぜ。ふん、教団の犬風情がよくも抜け抜けと。同族の言葉すらも信じられぬ今、異種族の者の言葉だなど信じられるはずがないわ。はあ、ダメだなこりゃ、話が通じそうもね。いいんだぜ、俺たちをどうにかしたいってんなら相手になってやってもよ。待ちなさい、ブレーゲ。ブレーゲって名前が。誰？おーっとこれは。久しぶりですね。刑事さん、あれほど来てはいけないと言っておいたのに、ついにここまで来てしまったんですね。仕方ありません。それならば私はできる限りのことをするだけです。あのクローズ様、その一族の者とは一体どのようなご関係なのでしょうか？彼は私のアストルティアでの古くからの友人です。そして姉貴さんの弟にあたる方でもあります。なんと、姉貴様のご子孫の方とは、直立不動。お前ら態度分かりやすすぎるわ。これは大変失礼いたしました。失礼しました。はじめまして、ヒューザさん。あなたのことは存じ上げております。ウェディの神、マリーンの神の器、我々はあなたを歓迎しますよ。うん、ヒューザが王子とか、ほら、ラグアスとか、フーラとか、アンルシアとかみたいに、王子でも王女でもないのに、なんでこいつは神の器なのかね。っていう話も今後明らかになってくるんだろうね。それも楽しみだよね。刑事さん、いろいろとお話したいことがあります。地下に入って最下層まで降りたところに騎士団の部屋がありますので、そちらまで来ていただけますか？ブレーゲって名前が、俺もう本当あなたたちも地下に戻り、警戒を強めてください。今この拠点を失うわけにはいきません。はっ、かしこまりました。周辺を確認後、各自直ちに持ち場へと戻ります。クロース手なずけてる。なんだよ刑事、この領海の竜族にも知り合いがいたのか。まったく顔の広いやつだな。まあ誤解は解けたようだし、地下に入ってみようぜ。騎士団の部屋まで来いって言われただろ。まあ顔も広くなるわな、バージョン 3.5 にもなるとね。は
はい、ということで地下に行けということですけど、まあ1時間ぐらい経つかな、55分、うん、なので、まあ、今回の動画はここまでにして、次回はこの続きからやっていきたいと思います。まあ、地下に何か、おお、地下に何かがあるのでしょうね。まあそれを楽しみにしていただければと思います。ストーリーの続きをね、楽しみにしていただければと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、また応援の高評価、それとツイッターのリンクは動画の概要欄に貼ってありますので、よろしければフォローの方をしていただければと思います。それではありがとうございました。